近鉄京阪那線。京阪那線は、大阪府東大阪市の長田駅から、奈良県奈良市の学圏奈良富岡駅を結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線である。京阪那線の母体となったのは、1977年、昭和52年に設立された近鉄完全子会社の東大阪生駒電鉄が整備し、1986年、 昭和61年4月1日に近鉄が東大阪・伊駒電鉄を九州合併して同年10月日に近鉄の直営路線として開業した長田駅、伊駒駅間の東大阪線である。2006年平成18年3月27日に京阪な新線の仮称で建設されていた伊駒駅から学研なら富川岡駅までが開業し、それと同時に 東大阪線長田駅生駒駅間模型は、んな線に改称された。また、相互直通運転を行っている、大阪市高速電気軌道、大阪メトロの地下鉄中央線との総称として、夢は、んなという章が付けられている。路線記号は、大阪メトロ中央線に合わせた、C、また、駅番号が中央線と連番である。京阪な線の開業と同時に、 旧東大阪線区間も含めて割り当てられた。本校では、東大阪生駒ま電鉄、近鉄東大阪線の時代についても取り上げる。長田駅生駒駅間は、東大阪線として、沿線の宅地開発が進み混雑が激しくなった、近鉄奈良線のバイパスとして開業し、生駒駅学園奈良富川駅間の開業時に、東大阪線模型は、奈線に解消され、 また、相互直通運転が行われている、大阪メトロ中央線と東路線の総称として、夢は、なという愛称が公募によって付けられた。これは、一駒駅で乗り換えることなく中央線、本町方面と行き来できることをアピールするためである。これに対して、沿線自治体である、東大阪市は、路線名から東大阪が消えた代わりに駅名に、東大阪の名を付けるために、 同志役所の最寄り駅である荒本駅の駅名を東大阪駅に解消するよう近鉄に対して急ている。ただし駅名変更には莫大な費用がかかり、東大阪市は財政難のため一般的に自治体が負担すべき駅名変更費用を近鉄の負担で行うよう求めていることから、その後これ以上の動きはない。荒本伊藤の接近アナウンスは 他の近鉄の路線と異なり三点チャイムが鳴ってから放送されていたが、遠心開業の6日前に実施された2006年、平成18年3月21日のダイヤ改正から、軽阪な戦闘の接近、発車メロディー、コスモスクエア方面域は、ドビュッシーの海、学研なら富ヶ丘方面域は、ベートーベンの公共局第6番、田園を導入し、案内放送も更新された。 なお、近鉄では2017年9月29日より発射メロディの曲目を公式ホームページで公開している。駅名標などのサインシステムは、東大阪線時代は近鉄の多路線と同様に当時の近鉄標準仕様のものを使用していた。ただし、2005年に更新される以前に採用されていたベースカラーが焦げ茶色ののであった。 他路線が二千五年に更新を開始した際には、当時の東大阪線は、サインシステムの移行計画があったことから、更新対象外であったが、京阪な線となったと同時に他路線とは異なるザインの、京阪な線専用の駅名表とサインシステムに、更新された。その後他路線は二千十六年にも、駅名表とサインシステムを順次更新しているが、独自仕様である京阪な線のサインシステムにいては、 高身体障害であった。東大阪線時代は、近鉄のコーポレートカラーであるオレンジとスカイブルー、正確にはソーラーオレンジとアクアブルー、パールホワイトの3色を近鉄所有車両で使用しているを、路線のイメージラーに取り入れており、現在も近鉄所有車両や東大阪線時代からの既存駅設備の一部にその名残が残っているが、京阪な線への移行時に、 改めて路線イメージカラーを薄緑、ライムグリーンに定めている。ただし、近鉄車両の色は従来通り。全線でピタパーイコカスイカなどの全国相互利用サービスの IC 乗車カードが使用できる。J スルーカードは自動券売機での乗車券の購入でのみ利用できる。また、東大阪線時代から引き続き建設費回収のための加算運賃が適用されている。 ほとんどの近鉄線1500ボルト、河川式とは異なり、軽阪な線では第三機乗方式が採用されている。全線が大阪東活部の管轄で長田駅から新石切駅東方の鉄器分解点までは軌道法による軌道、鉄器分解点から合点なら富川岡駅までは鉄道事業法による鉄道となっている。新石切駅制は 阪神高速13号東大阪線と国道308号の下を走り、長田駅から荒れ、本駅間は地下、掘割り区間、荒、本駅新石切駅間は高架になっている。これは当時の建設省管轄下で道路と一体的に工事を行うためであり、高速道路の高架橋と鉄道の高架橋による一体的な構造物は、 日本初で道路福音が大きく取れない場合の有効手段として当時大きく注目されていた。東大阪市の市役所、大阪府立中央図書館の最寄り駅の荒本駅を過ぎると地上に出る。吉田駅を出ると阪神高速の中央部を進み、正面には生駒山地が見える。新石切駅を過ぎると大阪電気軌道時代に作られた旧生駒トンネルの一部を 再利用している、生駒トンネル、4737メートルを抜け、奈良県生駒市に入り、生駒駅に到着する。生駒駅は、奈良線、生駒線、生駒マ工作線の接続駅である。生駒駅学研奈良富岡駅間は、約6割がトンネルとなっている。生駒駅から、奈良線に沿って、東に進み、東生駒駅付近で左にカーブして、東生駒トンネルに入る。 右にカーブすると白庭大駅で、トンネルを抜けて谷を渡るとすぐに、学研北井駒駅がある。再びトンネルに入って、住宅地の地下を抜けると、奈良市に入って、右手に、富ヶ丘車庫が見え始め、下り勾配を進むと、終点の学研なら富ヶ丘駅に到着する。長田駅から全列車が、大阪メトロ中央線コスモスクエア駅まで相互、直通運転を行っており、 生駒・学研なら富ヶ丘方面との列車で、長田駅を始発、終着とするものはない、平日の生駒・学研並びが、丘方面行きの一部に、森の宮駅を始発とする列車がある。相互直通運転であるため、大阪メトロの車両も運転されている。また、延伸区間、生駒駅学研なら富ヶ丘駅間開業時から、全線でワンマン運転を実施しており、 その運行補助のために全駅に赤外線検知式のホームセンサーを設置している。学研なら富ヶ丘駅長田駅間の標準所要時間は二十二分である。なお、快速列車の運転も検討されていると伝えられたが、これは見送られた。全列車の約半数が、イコマ駅発着で運転されているが、イコマ駅折り返し列車は、イコマ駅到着後に、東イコマ信号場。 車庫まで改装して折り返す。長田駅、生駒駅間の運行間隔は、ラッシュ時は約4分間隔、日中は7分30秒間隔、1時間あたり8本。生駒駅学園なら富ヶ岡駅間は、ラッシュ時は約7分間隔、日中は15分間隔、1時間あたり4本である。2006年、平成18年7月19日に一部ダイヤが変更され、 夜間の学園なら富ヶ丘駅から東生駒車社への回送列車2本が、生駒駅の営業列車に変更されほか、新線区間の利用客数増加により2009年、平成21年8月30日に京阪な、線のみ、ダイヤ改正を行い、生駒駅学園なら富ヶ丘駅間の平日朝、ラッシュ時間帯のコスモスクエア方面行き列車数が7時台で、 改正前の7本から倍の14本に、8時台で改正前の7本から10本に大幅に増便された。それぞれが県なら富川岡発基準。これは、改正前の伊駒駅を始発とする列車を延長運転する形での増発となり、朝ラッシュ時は、伊駒駅を始発とする列車は設定されていない。2013年、平成25年3月23日には、平日朝方に、 学研なら富ヶ丘駅の増発、生駒駅列車が、生駒駅到着後回送列車として、学研なら富ヶ丘駅へ向かう列車の営業列車か、及び地下鉄中央線内終電繰り下げに伴う、ダイヤ改正が実施されている。なお、大晦日から元旦にかけての終夜運転は、ここ最近では、コスモスクエア駅学研なら富ヶ丘駅間を30分間隔で、 運行する形となっている。1999年、平成11年12月31日から2000年、平成12年1月1日にかけての終夜運転では、コンピュータの2000年問題で、システム等に障害が発生することを懸念して、各社局で様々な対応が行われ、近鉄では午前0時前後も列車を通常通り運行させていたものの、 当時の大阪市営地下鉄では午前0時前に列車を最寄り駅に一時停車させる措置が行われたため当時の東大阪線内でも生駒発コスモスクエア駅の一本が午前0時前に新石切駅で一時停車させる措置が行われた。生駒駅学研なら富川会駅間の開業後は運転区間が伸びることから所要時間を短縮するため最高速度を それまでの時速7 0トルから時速9 5トルとし、これに先立ち、2006年、平成18年2月25日から旧、東大阪線の区間の最高速度が時速7 0トルから時速9 5トルに引き上げられ、一部列車で、修熟訓練が始まった。同年3月21日にはおよそ16年ぶりとなる、ダイヤ変更が行われ、 全列車の最高速度が引き上げられた。これにより、第三機上方式、サードレールを採用している、鉄道路線としては、これまでの横浜市営地下鉄の時速 80km を上回る日本国内最速の運転が実現することとなった。軽阪な線の最高速度は、当初、旧東大阪線と同様の時速 70km、設計最高速度は、 時速 85km で計画されていたが、事業免許申請時と比較して、輸送人員が大幅に減少することが予想され、また近鉄奈良線と比べて速度面で劣っていたため、対策の一環としてスピードアップが検討された。なお、従前より近鉄では第3機情方式の速度向上に関して、鉄道総研に依頼して夜間実験などを行っていた。 運転最高速度は時速 95km と決定された。その理由は当初時速 80km 時速 110km まで時速 10km 刻みで検討されたが時速 90km に改造するコストで時速 95km まで速度向上ができること。また時速 95km と時速 100km の間には費用に2倍以上の差があり。 短縮時分が25秒と小さいことが判明したのが決め手となり、時速 95km までの速度向上となった。費用差については、モーターの申請、ギア比の変更、信号投機の5現時化、近鉄では五等式信号機を京阪な線に限らず、全線において一機も採用していない等が新たに必要だった。運転最高速度の引き上げに伴い、 車両については、主電動機、モーターの強度アップ、主制御装置ソフトの一部変更、ATC 装置に照射速度時速 95km を追加などの改造が実施された。また、地上設備についても、G 原子、緑イコール時速 70km であった、信号原子を YG 原子、大々、緑イコール時速 70km に変更し、 G 限時イコール時速 95km となったほか、信号機の移設や中継信号機の新設などが実施され、軽阪な線では同一系統の列車が多数運転されていることもあり、近鉄時刻表にも記載されている。列車番号は近鉄の他の鉄道路線と付与方が異なっている。具体的に言えば、東京メトロの各線と同じような付与方を採用しており、 列車番号の1000位、100位は、始発駅の発車時間帯を、10位、1位は、車両の運用番号を表している。2013年、平成25年3月23日改正ダイヤにおける、運用番号は、大阪市交通局、現、大阪市高速電気軌道所属車両が01、近鉄所属車両が70、となっている。東京メトロでは、 列車番号の頭に A、B を付与して方向を区別しているが、京阪な線では、学研なら富ヶ丘方面域には前日の法則に3000を加算した列車番号を付与して方向を区別している。なお、平日朝方に、学研なら富ヶ丘発の列車が増発された2009年、平成21年8月30日改正ダイヤにて、 大阪市港所属車両1本が京阪が線内で、また近鉄所属車両1本が中央線内で、それぞれ管理打ちとなる外泊運用が設定されたが、2013年3月改正イヤにて、外泊運用は再び設定されなくなった。運用車両は、近鉄、大阪市高速電気軌道、旧大阪市交通局の車両ともに、すべて19メートル超。 2.9メートル幅、4度ア車の6両固定編成である。下記、5月から10月における弱霊車は、自社車両に、限り2号車、学研奈良富ヶ丘よりから2両目に設定されている。京阪奈線には、東生駒信号場東側、奈良線東生駒駅北東側にある東花園、県尺東生駒車こと、学研奈良富ヶ丘駅西側にある東。 花園県尺富ヶ丘車庫の2カ所の車両基地がある。東生駒車庫は、長田駅生駒駅間開業時に設置された車庫で、生駒駅学圏奈良富ヶ丘駅間で主運転が開始された2005年、平成17年11月頃までは、現在の生駒駅東生駒信号場間の学圏奈良東三岡方面行き本線を車庫線として使用していた。 単線で現生駒駅2番線から伸びていた。延伸工事の際に、奈良線の生駒駅東生駒駅間の一部で、上下線を南に1線分移設し用地を確保。奈良線とは、東生駒駅構内とを結ぶ連絡線によって線路がつながっており、軽阪な専用車両の重要部検査や、全般検査などは、この連絡線を利用して、東生駒車庫東生駒駅奈良線山と、 最大寺駅柏原線柏原神宮前駅、往路八木西口短絡線、袋はここで直接折り返し、大阪線経由で、ご移動研修車庫に改装して行う、七線経営の更新工事の際にはさらに、高安車庫まで運された。ただし、軽半な専用車両は電車への供給電圧や、終電方式、車両限界が異なり、経路となるなら、柏原、大阪の各線では、 自力改装ができないため、台車に装着されている、終電靴、コレクターシュート車体のドアステップを外して3両単位で、電動貨車2両、元75系77プラス78の間に、挟まれて、無動力改装される。富ヶ岡車庫は、生駒駅学園なら富ヶ岡駅間開業時に、設置された車庫である。戦後、近鉄は、 沿線の宅地開発が進み混雑が激しくなった奈良線の混雑緩和策として1962年昭和37年7月の都市交通審議会大阪部会で氷炭山谷町4丁目間の新線計画を提案した同時期に京阪が大和田森の三山を大阪市が当時市営の地下鉄4号線現在の中央線を 本町森の宮経湯で放出まで延伸する計画をそれぞれ立てており、さらに大阪市は4号線の計画を石切りまで延長したため一部区間で重複することとなった。1963年昭和38年3月29日の年、交通審議会答申第7号では大阪市が当時大阪公弁店長官が開業していた。 地下鉄4号線を本町、森の宮経由で荒れ本まで延長し、京阪が八幡方の星田大和田から荒れ本間の新線を、近鉄が氷炭山から荒れ本間の新線をそれぞれ整備して、荒本駅で各線の緊密な連絡を図り、さらに関係者間で協議の上、相互直通運転を実施できるよう具体的措置を講じるよう答申された。だが、大阪市が4号線を、 第3機乗式で建設しており、京阪は新線建設を断念し、残る近鉄が自社船内を河川式として、河川式、大機乗式両方に対応する車両を開発した上で4号線と相互直通する方針を固めたものの、大阪市が難色を示したため、近鉄も新線建設を断念した。このため、大阪市が独自に石切りまで延長する計画も出したりもしていた。 その後しばらくこの話は放置されていたが、1971年、昭和46年に出された都市交通審議会答申第13号で大阪市営地下鉄中央線を延伸して一個ままで緊急に整備すべきとされたことから再び新建設の機運が高まった。1972年、昭和47年6月の大阪県高速鉄道網整備推進会議では、 深江橋からアラボン伊古間間のうち深江橋からアラボン間を大阪市がアラボン伊古間を近鉄が建設する意図が明らかにさ近鉄は両区間の同時開通と相互直通運転実施を要望したこのため関係者間でさらに協議が重ねられ1974年昭和49年6月に大阪府の提案で大阪市が 東大阪市長田駅までを建設し、そこから先は近鉄が建設することで話がまとまり、1975年、昭和50年1月に大阪市と近鉄は、相互直通運転区間を大阪港生駒間とする相互直通運転に関する基本協定の対抗を確認した。近鉄は1977年、昭和52年に長田駅イコ駅間の面、 特許を取得し、すぐに全額出資会社の東大阪生駒電鉄を設立して面特許を譲渡した後に工事にあて、1979年、昭和54年に日本鉄道建設公団、現在の鉄道建設、運輸施設整備支援機構の P 線として工事が開始された。前述の相互直通運転に関する基本協定は、 大阪市と東大阪生駒電鉄の間で締結れた。奈良線のバイパスとして建設した経緯から一体的に経営することが望ましいと考えた近鉄は工事がほぼ完了した1986年昭和61年4月に東大阪生駒電鉄を九州合併し、同年10月1日に長田駅生駒駅間が近鉄東大阪線として開業した。 この手法は、京阪大東線の建設でも生かされた。当節の参考文献、川島慶造、全国鉄道事情大研究大阪都心部、奈良編、1992年、創始者。大阪と関西文化学術研究都市、学研都市を結ぶ路線として、東大阪線を延伸する形で建設され、奈良県の伊駒市北部及び、奈良市北西部に広がる。 住宅地群の足となっている。ただし、この区間は、学研都市の中心地域である、京都府相良郡聖火町から外れていることから、学研都市への路線というよりも、奈良県にある、ベッドタウンから、大阪都心への通勤、通学客のための道という色が濃い。1982年、昭和57年に、国土町、 現在の国土交通省が発表した関西学術研究都市基本構想で、生駒高たの原間と同区間から分岐して成果、西木津方面へ向かう路線が示され、1989年、平成元年の運輸政策審議会答申第10号、大阪県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についてでは、 生駒マ高野原間が2005年、平成17年までに整備すべ路線、同区間から分岐して、放送の付近、2004年の近畿地方、交通審議会等申第8号では新放送のまでと、高野原木津方面までが整備を検討すべき、路線として盛り込まれた。当初は近鉄独自で事業に当たることが考えられていたが、建設費の補助を受けられる。 第三セクター方式を取ることになり、1998年、平成10年に建設主体として、第三セクター会社の習良駒高速道が設立された。完成後は、同社が施設を保有する、第三種鉄道事業者、近鉄が運営にあたる、第二種鉄道事業者となる上下分離方式を取ることになり、2000年、平成12年に着工された。また、 開業目標も当初は2005年、平成17年秋としていたが、用地買収に手間取り、また運転士の修熟訓練に時間がかかることから、半年ほど伸びて、2006年、平成18年3月27日に開業を迎えた。先述の通り、学研なら富ヶ丘駅から放送の、新放送の高野原方面への延伸計画があるが、当面は凍結される見込みである。 2012年11月13日、近畿日本鉄道調査。前述のような歴史的経緯から、軽阪な線では、距離を示すキロポストが2つに分かれている。矢印の方向に、キロ数が増える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。